なんだここ、ここが本当に刑務所の中なの？本当にあったのか、体温のエリア。お花がたくさんある。綺麗、いい匂い。刑務所の中にこんなに大きい家があるなんて、一体誰が何のために作ったんだろう。もしもしまーす、こんにちは、誰かいますか。もしもーし、もしもーし。誰もいないみたいだ、入っちゃおうぜ。もしもしもーし。入るか。本当に広い家だな。どんな人が住んでるんだろう。はあ、おーい、ドゥドゥーン、金の人参見つけた。うまいなマーキー、いいな、俺もなんか欲しいぜ。どっかにお金とか落ちてないかな。なんてね。動くな、いいか、指一本でも動かしたら3人とも命はないと思え。え、絶対動きません。お前らが来るということは分かっていた。さて、お前たちは何を求めてここに来たんだ。ん？お前らは、救世主？え、いや、お前がボスか。刑務所で大変なことが起きてるんだ。案内人からあんたに伝えてくれって頼まれたんだ。なるほど。お前らに面白いものを見せてやろう。動いていいぞ。ついてこい。怖かったけど、面白いものってなんだろう。まだ油断はできねえぜ、注意しろよ。ついにここインフィニティにまで追っ手が来てしまったか。お前らの見たお面っていうのはこれだろ。え、まさか完成がこんなに早いとはな。そのお面なんで持ってるの。なぜかって、それは俺がこのお面を発案したからさ。でもお面の集団はあなたの敵じゃないんですか。そうさ、なぜなら俺は裏切られたからだ。新政府に名乗り忘れてたな。俺の名前はビシャモンだ。え、ビシャモン聞いたことあるな。まさか7代レジェンダリードクターの一人のビシャモン。マジかよ、こんなところで会えるなんて。7代レジェンダリードクター？何それ。お前知らないのかよ、プロドクターの中でも世界に7人しかいない7大レジェンダリードクターだよ。7人それぞれジャンルで圧倒的な力を持ってると言われている生ける伝説だよ。7大レジェンダリードクターが全員揃うと地球を真っ二つにすることもできると言われてるんだ。そうだ、俺は7大レジェンダリードクターの一人さ。新政府から受けた一つの依頼から全てが始まったんだ。ある日政府から洗脳効果のあるお面を作成しろといった依頼を受けたんだ。俺はお面の改善点を探すために新政府図書館に行った。本を漁っていたら偶然隠し通路を見つけてしまったんだ。この中に入っていったら危険だということは分かっていたが、俺は自分の知的好奇心に勝つことができなかったんだ。そのまま隠し通路を進むと、とある文章があった。俺はその本を手に取って中身を見ようとしたら、その後どうなったの？そこから俺は新政府から命を狙われる身となってしまったわけだ。追われる身？捕まったわけじゃないのに、なんで今インフィニティ刑務所にいるの？絶対に脱獄が不可能なインフィニティ刑務所は裏を返せば身を隠すには一番の場所なのさ。なるほどな。しかし見ただけで新政府に追われちまう、そんなヤバい文書があるのか。俺だったら絶対に関わりたくないぜ。俺はその文書をアポカリプス文書と呼んでいる。アポカリプス文書には何が書いてあったんですか。暗号らしきものだった。内容は分からなかったがこれだけは言える、アポカリプス文書が解読される。新政府は崩壊する。それほど強大な力を秘めているんだ。ところで、僕たちが来るってことが分かってたって言ってましたよね。お前らが来るということは分かっていた。
もしかして未来が見えるんですか？ま、それに近いものだ。自分の能力についてペラペラ喋るのは三流のやることさ。ところでお前ら何か目的があってここに来たんだろう？あー、そうだけど案内人の伝言はもう伝えたしな。あ、そうだった、モヒカ君っていう友達の線のとこを教えてください。あと、ここにインフィニティから脱獄する唯一の手がかりである巨人のトイレがあるはずなんです。知りませんか？ここから脱獄しないとこの亀のマイキーが無実の罪で死刑になっちゃうんです。モヒカン君は悪いが、今は諦めろ。そして巨人のトイレか、いいだろう。今すぐ用意しろ。もうお前たちはそこまで来ているぞ。時間がない。ここだ。ここが巨人のトイレだ。本当に大きいトイレ。この中に入ってまっすぐ進めば脱獄できるだろう。お面の集団は俺が引きつけてやる。ただし一つお願いを聞いてくれ。お願い？そうだ、脱獄をしたら1ヶ月後にプロのドクター試験がある。受験してプロのドクターライセンスを取得してくれ。そして会長に世界が破滅すると伝えてくれ。ドクター試験だって？でも俺やらなきゃいけないことがあるんだ。妹を探してるんだ。え、なんでそれを？今の君には無理だ。君には前科がある。指名手配犯さ。そんなんじゃまともに外も歩けやしない。プロのドクターライセンスを取得すれば前科は全て消える。じゃあ頼んだぞ。試験か。世界が破滅するってどういうことなんだろう。本当に世界が破滅するのかな。前科が消えるのか。まあとりあえず急ごう。ビシャモンさんがお面たちを引きつけてくれてる間に早く行こう。うん、僕から行くよ。おいー、俺も行く。行くぞ。よし、僕も行くか。もしもしまーす、こんにちは、誰かいますか？もしもーし、もしもーし。誰もいないみたいだ、入っちゃおうぜ。お邪魔しまーす。入るか。動いていいぞ、ついてこい。わあ、怖かった。けど、面白いものってなんだろう。まだ油断はできねえぜ、注意しろよ。お前知らないのかよ、の中でも世界に7人しかいない7大レジェンダリードクターだよ。7人それぞれジャンルで圧倒的な力を持ってると言われている生ける伝説だよ。7大レジェンダリードクターが全員揃うと地球を真っ二つにすることもできると言われてるんだ。アポカリプス文書が解読されるの。新政府を崩壊する。それほど強大な力を秘めているんだ。今すぐ用意しろ。もうお前たちがそこまで来ているぞ。時間がない。お願い？そうだ、脱獄をしたら1ヶ月後にプロのドクター試験がある。受験してプロのドクターライセンスを取得してくれ。そして会長に世界が破滅すると伝えてくれ。ドクター試験か。世界が破滅するってどういうことなんだろう。本当に世界が破滅するのかな。前科が消えるのか。
まあとりあえず急ごう。毘沙門さんがお面たちを引きつけてくれてる間に早く行こう。うん、こっから行くよ。ういー。